近たまに聞くリズム腕振りについて解説をさせていただきます。突然なんですが、あなたは最近リズム腕振りというものを聞いたことがありますか？まあ、あまり聞かないという人も多いと思うんですが、まあ、たまにインスタとか見てると出てくるんですね。で、もう単刀直入にリズム腕振りってどういうものかっていうと、まあ、要はダメな例としてはこういう腕振りですよって、まあ、これがダメな腕振りですね。で、リズム腕振りっていうのは、まあ、こういう腕振りですよっていうのがリズム腕振りです。まあ、前から見るとこんな感じですね。ダメな腕振りの方がこういう腕振りで、リズム腕振りの方はこういう腕振りですよというのが、たまにインスタとかで出てきます。で、ここもちょっと詳しく解説していくと、ずるいところをまず言うと、悪いところは腕しか振ってないですよね。悪い方の例は。で、リズム腕振りってこういうもんですよっていう時には、腕振りだけじゃなくてこうやって上半身と下半身をちょっと軽く動かしてるんですよね。で、これがまあリズム腕振りですよみたいなことを言ってるんですけれども、まあ、さっきちょっとずるいという言い方をしたんですが、実はここがミソでですね、要は上半身とか下半身の動きと腕振りっていうのをこう連動させるっていうところに一つの、まあ、ポイントがあるんですね。で、さらにもう一個解説をすると、リズム腕振りの方はここの肘関節の角度を若干変えます。で、変えるときに肘関節ってこっちにも動くし、こっちにも動くじゃないですか。これ両方使ってるんですよ。で、だから、ケニア人選手とかで、こうやって抱え込んで走ってるように見える選手いるじゃないですか。あれって、よくよくスローとかで見ると、初めからこうやって抱え込んでるわけじゃなくて、こう、前に来て、最後、そのまま引くんじゃなくて、前に来た時に、一回こう、体の方に寄せてるんですね。だから、ここの肘関節を、こっちに、と、こっちと、この動きを両方使ってます。だから前に来た時にこうちょっと体の方に引き寄せるようにしながら後ろに戻してるんですね。だここでちょっと肘関節変えてると。で、高橋尚子さんの場合はこっちの動きが強くなるので、まあこういう感じですよね。ちょっと横振りというか、まあうまくできてるかどうかよくわからないですが、ちょっとこういう動きはないので、あんまりこう抱え込んでるような感じにはならなくて、こうちょっと体の前に戻していくような感じですよね。で、これをすることによって何がいいのかということなんですが、力を抜きやすくなるんですね。人間ってこう意外とですね、固定したままこうやって動かすよりも軽く力を抜いて肘関節を角度を変えながらこうやって動かした方が力が抜きやすいんですよ。だから太鼓叩いてる人とかも本来であれば別にこうやってね、太鼓の達人とか、まあ、ああいうゲームとかであれば別にこうやって肘先だけでこうやってポンポンポンって叩いてもいいわけですよね。だけど、そのお祭りとかで見る太鼓叩いてる人っていうのはこう全身動かしながら叩いてるじゃないですか。あれもやっぱ聞いてみるとですね、まあ強い大きな音を出さなきゃいけないっていうのもあるみたいなんですが、まあ全身動かした方がリズムが取りやすいということなんですね。だから意外と人間っていうのは、固定したまま使うよりも適度に体を動かしてあげた方がリズムが取りやすいというような人体の構造になっているんだと思います。で、じゃあどこのリズムを取っているのかということなんですが、これは接地のリズムですね。走るときっていうのは必ず接地の瞬間に一番大きな力っていうのがかかります。まあ、なるべく力を抜いて走りましょうねという話は何回もしてるんですが、なるべく力を抜いて走ろうとしたところでやっぱ接地の瞬間っていうのは一番大きな力がかかります。まずその接地の衝撃に耐えなきゃいけないし、で、接地の衝撃に耐えて、なおかつその次には地面に強い力を加えなければいけないわけですよね。それを意識的にやってるかどうかっていうのは別にして、ペースが上がれば上がるほど地面に強い力を加えなきゃいけないし、接地の衝撃っていうのも大きくなります。ただ、足が地面から離れて空中にいる間っていうのは脱力しときたいんですよ。できれば 100% 脱力しときたいんですね。だけど、1分間に180から200歩ぐらいのピッチを刻むということは、1歩あたりの長さ、時間っていうのは 0.33 秒から 0.3 秒なんですよ。で、さらにその 0.3 秒から 0.33 秒の、まあ、仮に半々だとすると、地面についてる時間が 0.15 秒。あ、ちなみに、そうですね、私のレースペースの時で設置時間が 0.17 秒ぐらいです。だから、まあ、空中にいるのが 0.13 秒ぐらいですね。
だからこの 0.17 秒っていうのはやっぱりある程度は力が入らざるを得ないです。そうしないと接地の衝撃にも耐えられないし、地面に強い力も加えられないのでペース維持できないですよね。でこれは自分がそういう意識はしないんですよ。私は別にそういう力を入れるという意識はしないですが、当然ある程度の力は入っているはずです。で問題はこの 0.13 秒の方なんですね。この 0.13 秒の方は足が空中にあるわけですから、ここはできれば 100% 力を抜いておきたいんですね。ただ 0.17 秒と 0.13 秒っていうそういう短い時間っていうのは、なかなか人間っていうのはその顕在意識レベルで言ったら意識できない時間の長さになります。だけどなんとかその訓練を積んでるとですね、要はたくさん走ってるとですね、潜在意識がそれを覚えてくるんですね。この 0.13 秒ではなるべく力を抜こうということを潜在意識が覚えてきます。で、ただその時にそのリズムがあるわけですよ。緊張の瞬間と弛緩の瞬間、緊張弛緩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 と、このリズムがあるわけなんですね。で、このリズムをつかむ時にこうやって腕振りもある程度こう合わせてあげた方がリズムがつかみやすいということなんですね。で、これはもうリズム感っていうのは人それぞれですよね。ダンス踊る人だって私みたいにロボットみたいな変な動きになっちゃうリズム感のない人もいれば、非常にリズム感のある人もいるわけで、だからリズムの取り方っていうのは人それぞれなわけですから、当然腕振りの方も変わってきますよと。ケニア人選手みたいにこうやって、抱え込んでるわけではないんですが、こうちょっと上の方で振る選手もいるし、昔の選手なんかはこうやって低めに振る選手が多かったですよね。今の日本人選手も大半はこの辺の位置じゃないですかね。大半はこの辺の位置なんですけど、こうやって振るのとこうやって振るのとはちょっと違いますよね。若干こう肘関節変えてるんですけど、あとはその多いのは横振りですね。横振りって言っても実際こうやって振ってるわけじゃないんですよね。たまに中学生とか高校生とかで本当に基本が身についてない子でこういう腕振りしてる子はいるんで、そういう子は直しますけど、そうじゃなくてこう腕が後ろからまっすぐ前に出てくるんだけど、一回こっちに行ってからこうやって引き戻していく、こういう動きを作ってあげた方が力が抜きやすいしリズムを取りやすいっていう子もいるんですね。両腕であったらこういう感じですね。で、弊社ウェルビングオンラインスクールの受講生様で、松本和夫様という方がいらっしゃるんですが、松本さんは63歳で 800m2 分41秒で走って、今年の全日本マスターズでも8位入賞されている方なんですが、松本さんは、外から出てくるんですね。外から出てきて、こっちに返してまっすぐ引いていくっていう、ちょっとイレギュラーな振り方をしているんですが、理屈は同じだと思います。要はここのリズムというか動きを使うことによって、リズムを取っているので、ちょっとこういうような感じですね。高橋尚子さんはまっすぐ出して体に沿うように戻してきてこうやって引いていく、こういう感じの腕振りですね。で、松本さんの場合は外から持ってきてこっちに一回戻してまっすぐ引いていくという感じなので、こういう感じです。ちょっとイレギュラーではあると思うんですが、ここの肘関節を変えているので非常に本人なりにそのリズムが取れているというかリズム感があるんだと思いますし、実際にですね、やっぱこの手の動きと接地のタイミングっていうのが松本さんの場合は合ってるんですね。で、接地の瞬間に大きな力を生み出すということに関して言ってもある程度はやっぱり全身運動であるべきだと私は思っています。もちろんその陸上の場合は右足出したら次すぐに左足出さなきゃいけないので、野球とかみたいにその、大きな動作っていうのはできないにしても、やっぱある程度全身運動でこういうような形で持っていけるのが望ましいというふうに思ってます。で、そういうふうに考えていった時にやっぱりこうやって上下にまっすぐ振るだけっていうよりはこういう動きがちょっと入った方がタイミングよく力を伝えることができるので、要は足の力だけじゃなくて全身でこう地面に力を伝えてるわけですよね。ただなんでそういう風に見えないかっていうと、こうやった次の瞬間にはもうこっち出しとかなきゃいけないからです。野球とかだったらね、そのこうやって力を伝えましたっていうその瞬間があると思うんですけど、陸上競技の場合はこうやって力を伝えたらその瞬間にはもう次の足がこう出てこないといけないので、その形がはっきり見えないということですね。特に長距離の場合は一歩ごとの力の大きさっていうのはそんなには大きくないですから、なおさらそうなんだというふうに思います。
で、まあ、だから自分で大きく上げたらパターンっていうのはそんなに大きくないです。肘関節っていうのはまあ基本的にはこっちには使わないわけなんですね。基本的にはこっちには、こっちに使うと力が逃げていきますから、こっちに使うかこっちに使うか、まずこの2つがありますよと。で、当然これをミックスしてこういう風に斜めに使うという選択肢もあります。で、あとは腕振りの高さですね、このぐらいの高さで振るのか、このぐらいの高さで振るのか、大きく上げたらこれも2種類ぐらいしかないんじゃないかなというふうに思います。まあ例外的に3択を出すとしたら、昔の SG ホールディングスの、昔の SG ホールディングスというか、SG ホールディングスの川端和人くんの昔はこの辺の位置で振ってましたし、安藤優香さんもこの辺で振ってるし、まあ例外的に3択を用意してもいいと思うんですが、まあ大きく上げたらこの辺で振るか、この辺で振るか。で、こうやって、こっちの動きを強くしてこうやって振るのか、横の動きを強くしてこうやって振るのか、まあ、せいぜいその組み合わせぐらいのバリエーションしかないので、まあ、自分自身で自分はどの腕振りが合うのかということを試してみてください。で、腕振りの大きさっていうのは走る速度に比例します。走行速度が上がれば上がるほど基本的に必要最小限の腕振りの動きというのも大きくなるし、走行速度が遅くなればなるほど必要最小限の腕振りの大きさというのも小さくなります。だからまあ、今はインスタグラムでトップランナーの走りっていうのをこう見れる時代になってるんですが、まあトップランナーの場合はこう、レースペースが入るわけですよね、そもそも。だから、必要最小限の動きが大きくなってるから、ダイナミックな動きになってるだけであって、決してダイナミックな動きで走れば、速く走れるわけではないということを理解してください。だから同じトップランナーでも、男子と女子を比べたら、やっぱり女子の方が動きっていうのは小さいわけですよね。それはなぜかといったら、もう非常に単純な理屈で女子の方がレースペースが遅いからです。で、大体男子と女子と同じぐらいのそのレースペースの選手を比べたら必要最小限の動きっていうのは同じわけですから、同じぐらいの動きになってないとダメなんですね。だからまあ、市民ランナーの方の場合は大抵は女子のトップランナーよりは遅いわけですから、女子のトップランナーよりも大きな動きをする必要は全くないということですね。というわけで今回の内容は以上です。最後にマラソンサブ3からサブ 2.5 を目指している方にお知らせです。セッチョマラソンサブ3からサブ 2.5 のためのトレーニングという書籍があるんですが、これが、まあ、人気商品となっておりまして、400部前回もう売り切れてしまって今在庫がない状況なんですが、12月1日に200部限定で販売を開始させていただきます。興味のある方は無料で冒頭部分を公開しておりますので、今すぐ動画の概要欄の URL をクリックして冒頭部分を無料でお読みください。それではまた次の動画でお会いしましょう。